こんにちは。今回ですね、第2回ということで、一般動詞の肯定文1、I, you, we, they 編を学んでいこうと思います。B 動詞を使った文の復習ができたところで、ここからは一般動詞を使った文について学んでいこうと思います。一般動詞とは、日本語で言う、食べる、遊ぶ、知っているといった動作や状態を表す語です。これらを使って文章を作る練習を行っていくのですが、ここではその中から主語、まあ文の主役なのですが、それが I, you, we, they の肯定文を学んでいきます。それでは始めていきましょうと。はい。前回の練習では B 動詞を使った文の復習を行いました。で、これらの B 動詞の文っていうのは、一般動詞、はい、食べるとか遊ぶとか知っている、そういった動作や状態を表す語が入ってない文だったんですね。しかし、ここで学ぶのは、こういった一般動詞、まあ日本語で言う動詞ですね。それらが入った文を学んでいこうと思います。それではまず、今回の練習に登場する進出単語、進出フレーズを学んでいこうと思います。進出単語、進出フレーズの練習方法、こちらで簡単に紹介させてもらいます。しかし、この通りにやる必要はないです。あくまでヒントですね。人によってその覚え方っていうのは違うと思いますので、あくまでヒント、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。まず、日本語から英語、つまり、猫っていう単語を見て、キャットと考える、そういった練習ですね。それを行う場合なのですが、1、英語の部分を隠す。2、日本語を見て、英単語、英語フレーズと使い方の例の両方を英語で答える。3、英語の部分を見て答えを確認すると。どういうことなのかと言いますと、はい、まずこちら側の部分を隠します。英語の部分を隠す。そして、食べる。私はリンゴを食べます。この2つを見て、これらを英語で言えるように、そういった練習を行うと。例えば、食べる。eat だ。私はリンゴを食べますは、I eat an apple だと。はい。そういう風にして練習をしてもらえたらなと思います。しかしですね、まあ、この形っていうのをこの回で学ぶので、多分これって答えられないと思うんですね。ですので、今回は、まあ、この2つ、これ見比べてみて、あ、こういう形になるんだっていう風にして、理解してもらえたらなと思います。では次ですね。英語から日本語、まあ、cat って単語を見て、あ、猫だというふうに答えられるようにする練習ですね。この場合どうするのかというと、まあ、先ほどの逆ですね。日本語の部分を隠す。英語を見て日本語での意味と使い方の例の両方を日本語で答える。3番が日本語の部分を見て、答えを確認すると。つまりこちら側を隠して、あ、eat。これどういう意味だったっけなと。あ、食べるって意味だと。あ、eat an apple。これどういう意味だったっけなと。あ、そうだ。私はリンゴを食べますという意味だったんだと。そういう風にして、こちら側を隠して、こちら側を見て、日本語で答えられるように練習を行ってみてください。そしてここですね。1個ずつ覚える、5個ずつ覚えるといったように分けるのではなく、すべての単語を何週も何週も繰り返し練習しましょうと。はい。1個覚えて次行く。で、またそれを覚えて次行く。ではなくて、分からなくても何週も何週もね、同じ単語をこう繰り返し練習すると。こうした方が脳に定着しやすいんですね。ですので、1個覚えて次ではなくて、覚えてなくても食べる。ああ、分からなかったな。じゃあもう次行こう。はい。で、それも分からなかった。大丈夫です。それまた次行こう。というふうにですね、何週も何週も繰り返し練習してみてください。そしてここです。単語リストの品種はこの本で紹介する単語の使い方を表記していますと。こちらですね。はい。この品種というところです。食べるの場合は、まあ動詞、基本的に動詞しか使われないのですが、他の単語はですね、例えば、辞書を調べてみると、ここでは形容詞って書いてあるんですけど、名詞の使い方が出てきたり、副詞の使い方が出てきたり、いろいろあります。しかし、それ全部書いていってしまうと、リストがバーッと、長くなってしまうんですね。ですので、ここで紹介する品詞は、まあ、あくまでこの本で紹介する単語の使い方のみとなっていますので、覚えておいてください。それでは今回の練習で新しく登場する単語やフレーズ、これらを確認していこうと思います。
まずこれですね、食べる、これは eat、 動詞です。飲む、 drink、 これも動詞ですね。好き、好む、これは like という動詞です。ポイントはですね、この好き、これですかね。日本語で言う動詞っていうのが英語で言う一般動詞ですよってお話をしたのですが、日本語で言う動詞って基本的に右段で終わるんですね。例えば食べる、飲むなのですが、はい、好き、これは好き右段なんですね。しかし英語では動詞になります。これ例外の形です。覚えていてください。欲しいも同じですね。はい、欲しいも異段で終わってるんですけど、 want という動詞に英語ではなります。スポーツ、演奏、ゲームなどをする、これは play という動詞になります。走る、これは run、 これも動詞ですね。持っている、飼っている、これは have という動詞になります。次です。知っている、これは know という動詞です。読む、これは read という動詞。教える、指導する、これは teach という動詞になります。買う、これは buy という動詞です。あ、ここからあれです、名詞ですね。コーヒー、これは coffee です。不可算名詞となってます。液体ですので数えられませんね。不可算名詞です。ピアノ、これは piano ですね。これは加算名詞、数えられますよと。1台のピアノ、2台のピアノと数えられますので加算名詞となります。次、女性に対する何々さん、何々先生と。例えば、こんにちは、山田さんと、女性の方に言う場合は、Ms. という言葉を使います。Hello, Ms. 山田というふうに、山田さん、Ms. 山田というふうになります。次ですね、男性に対する何々さん、何々先生と。例えば、すみません、浅野先生と、言いたい場合ですね。これ男性の場合、Mr. を使うんですね。ですので、すみません、浅野先生の場合は、Excuse me, Mr. Asano というふうに、Mr. Asano、こういった形になります。これはですね、名詞で加算名詞となっているのですが、どちらかというと形容詞的な扱いと考えてもらった方が分かりやすいと思います。ですね、加算名詞ですので、複数形があるのですが、めったに使われません。ですので、混乱を避けるため、ここでは触れないのですが、形容詞みたいな扱い方。山田さんとかですと、Ms. 山田。あ、これ女性の場合ですね。すいません。で、男性の場合、代々さん、代々先生の場合と、Mr. 浅野というふうに、ちょこっとつくと、何々さん、何々先生みたいに、つくものと考えてもらった方が分かりやすいと思います。それでは発音の練習を行っていきましょう。Repeat after me. Eat. I eat an apple. Drink. I drink water. Like. I like Japan. Want. I want a big bicycle. Play.I play tennis. Run. I run. Have. I have 3 dogs. Know. I know Taro's brother. Read. I read that book. Teach.I teach English. Buy. I buy his lunch. Coffee. My coffee is hot. Piano. That is my piano. Ms. Hello, Ms. Yamada. Mr.Excuse me, Mr. Asano. 大丈夫ですか？それでは次に行きましょう。それでは一般動詞の文の作り方に入る前に、 B 動詞の文と一般動詞の文の違い、こちらをしっかり理解していこうと思います。英語には大きく分けて2種類の文があります。
一つは第1回の練習で登場した B 動詞の文、そしてもう一つが今回学ぶ一般動詞の文です。一般動詞とは動作や状態を表す言葉で、日本語でいう動詞になります。英語の場合 B 動詞もあるので、区別するために一般動詞という名前がついていますよと。どういうことなのか、はい、こちらのチャートをご覧ください。英語の文はですね、基本的に2種類の文に分けることができるんですね。 B 動詞の文っていうのと一般動詞の文です。じゃ B 動詞の文っていうのは何ですかっていうとですね、日本語でいう動詞がない文なんです。じゃあ日本語でいう動詞って何ですかって言ったら、さっき学んだ例えば飲むとか食べるとかですね、知っているなど、そういった単語が入ってない文、これらが B 動詞の文になります。はい、例、あなたは背が高いです。これ日本語で言う動詞が入ってないですよね。彼は私たちの先生です。彼女たちは学生です。これらの文には日本語で言う動詞が入っていないんです。じゃあもう一つの種類、はい、一般動詞の文、こういったものもあります。でこれは何ですかって言ったらですね、動作や状態を表す語のある文なんですね。例えば、私は拓也を知っています。はい、これ動作や状態を表す言葉。まあ、日本語で言う動詞ですよね。が入っている文。彼らは大きなテレビを持っています。私たちは英語を勉強します。といった風にですね、こういった動作や状態を表す語が入っている文を一般動詞の文というんですね。ですので、B 動詞の文の場合は、一般動詞は入りません。また、一般動詞の文の場合は B 動詞は入りません。このルール、今覚えておいてください。はい、まとめますと、一般動詞というのは動作や状態を表す単語ですよ。食べる、知っている、勉強する、寝る、好き、欲しいなどがあります。英語の場合、B 動詞があるため、日本語でいう動詞は英語では一般動詞と呼ばれていますよ。はい、で、ここにちょっとした注意書き書いてありますね。日本語でいう動詞は基本的にうだんの音で終わりますよと先ほども説明しました。食べるとか飲むとかですね。しかしですね、 like、want、 これらは特別ですよと、例外です。あえて言うならば、まあ、好むや求めると、そういった単語になります。これも重要です。覚えておいてください。それではいくつか問題を解いていきましょう。以下の日本語文を英語文にすると B 動詞の文と一般動詞の文どちらになると思いますか、当てはまる方に丸をつけていきましょうと。はい、1番、私はピアノを弾きます。はい、これはですね、答えは、はい、一般動詞です。なぜならば弾きます、弾くという単語、はい、これ一般動詞ですね。弾くですので、これは一般動詞の文となります。これはあなたの教科書ですか、これの答えは、はい、B 動詞の文です。なんでって言ったらですね、これには一般動詞入ってないんですね。飲むとか食べるとかですね、動作や状態を表す単語が入っていないので B 動詞の文となります。3番、このサインは大きくないですと。じゃあこれはどちらでしょう、答えは B 動詞の文です。なんでですかって言ったら、はい、これもですね、動作や状態を表す単語が入ってないんですね。ですので B 動詞の文となります。では次、彼は毎日勉強しますと。はい、じゃあこれはどうかと言いますと、これは一般動詞の文となります。なぜですかと言ったらですね、はい、勉強すると、そういった一般動詞が入っていますので、動作や状態を表す言葉ですね、勉強します。ですのでこれ一般動詞の文となります。最後ですね、稽古は猫が好きですかと。はい、これはどちらでしょうと、 B 動詞でしょうか一般動詞でしょうかと、これ答えは一般動詞の文です。はい、英語ならではですね、好きですと、あ、好き、はい、これはですね、英語ですと、一般動詞となりますよと。ですのでこれは一般動詞の文となります。それでは一般動詞の肯定文1、作り方に入っていこうと思います。一般動詞の文は主語によってさらに2種類に分けることができます。それは一般動詞の形が変わらない文と一般動詞の形が変わる文です。一般動詞の形が変わらない文は主語が I, You, We, They、
またはこれらの代名詞に置き換えられる単語と。つまり、例えばですね、John and Kevin。これは they に置き換えられますよね。You and I。これは we に置き換えられますよね。それらも含まれますよと。で、それらが主語の時ですと。そして、一般動詞の形が変わる分は、主語が he, she, it。またはこれらの代名詞に置き換えられる単語と。例えば、Mr. Yamada。これは he に置き換えられますよね。Mr. Yamada。Ms. Suzuki。これは she に置き換えられます。ですので、これらはこちら側に入ります。で、主語がまあ he, she, it。またはこれらの代名詞に置き換えられる単語の時となっています。どういうことなのか、ちょっとわかりづらいと思いますので、こちらのチャート。はい、これご覧ください。英語の文っていうのは基本的に2種類に分けられますよってお話をさっきしました。B 動詞の文と一般動詞の文ですよと。しかしこの一般動詞の文、これも実は2種類に分けることができるんですね。一つ目が一般動詞の形が変わらない文。まあ、今回学ぶのがこちらです。じゃあこちらっていうのはどういうものなのかと言いますと、文の主語が I, you, we, they、またはこれらの代名詞に置き換えられる単語なんですね。この一般動詞の形が変わらない文っていうのはどういうことなのかと言いますと、例えば先ほど学んだ eat という単語。よいしょ。はい。ありますね。あ、eat。eat。はい。ありますね。これがそのまま使えるのがこちらの文なんですね。しかし、こっち側、一般動詞の形が変わる文、学ぶのは第6回からなんですけど、形が変わってしまう文もあるんですね。これはですね、文の主語が he, she, it、またはこれらの代名詞に置き換えられる単語なんです。ちなみにどのように変わるのかと言いますと、基本的に一般動詞の最後に s がついたりですね、ものによっては es がつくものもあります。そういうふうにそのまんま使えない形がこちらなんですね。こちらです。はい。で今回はまあ、こちら側。まあ、いっぺんに2種類を学ぶのは大変なので、今回はこちらだけにフォーカスをしていこうと思います。先ほども述べましたが、はい、一度に2種類の文を覚えるのは大変なので、今回は比較的簡単な1、一般動詞の形が変わらない文についてだけ学習していきますと。ここでのポイントは単語を並べる順番です。なぜなら英語の場合、まあ日本語とは異なりですね、単語を並べる順番は主語、動詞、目的語の順番になるんですね。でこの目的語って何ですかと言ったらですね、はい、動詞の動作の対象となるものなんですね。どういうことなのか、次に簡単に説明しますね。ごめんなさい、主語、動詞、目的語となるからです。例えば私は水を飲むという文章を英語で言う場合、単語の順番は、私は、これが主語ですね。そして、飲む、これが動詞となります。そして、最後が水をと。はい、これが目的語と言われるものです。目的語というのは、動詞の動作の対象となるものです。この文ですと、飲む。じゃあ、何を飲むのって言ったら、水をですよね。つまり、動詞、飲むという動作の対象となってますよね、この水をが。ですので、これが目的語となります。ですので、はい、英語の場合は順番が主語、動詞、目的語の順番になりますと。まとめますと、こうなります。一般動詞の肯定文、I, you, we, they が、まあ、主語の時の文ですね。の基本の形は、はい、まず主語があって、一般動詞、そして目的語が来ますよと。で、これ、括弧がついているのはですね、目的語がない文もあるからです。ですので、目的語がある場合は、最後に目的語が来ますよと。で、目的語って何ですかって言ったら、はい、動詞の動作の対象となるものですと。日本語と英語とでは、主語の後の一般動詞と目的語の足される順番が違いますよと。例えば、日本語の場合、私は水を飲むと。つまり、主語、目的語、一般動詞の順番なのですが、英語の場合は I drink water と主語、一般動詞、目的語の順番になります。では例をいくつか確認していこうと思います。彼らは走ります。
これはあれですね、目的語がない文です。ですので英語の順番は彼らが走ります、そのまんまです。あ、こちらにも書いてありますね、目的語のない文です。ですので they run となります。次、私はリンゴを食べますと、はい、この英語の順番は私は食べますリンゴと、はい、一般動詞が来てから目的語ですよと。ですので I eat an apple というふうになります。そして最後、私たちはこの音楽が好きです。英語の順番は私たちは好きですこの音楽がと、一般動詞が来て目的語と。ですので We like this music というふうになります。それでは問題を解いていきましょう。次の括弧に適する語を書いていきましょうと、はい、私は走りますと、これ I が私はですね、そうするとここに入るのは走りますという動詞です。 run だけとなります。次ですね、彼女たちは2つのリンゴを食べますと、はい、一番初めに来るのは主語でしたね。そうしますとこの文章の主語は、はい、彼女たちというふうになりますので、ここに入るのは they です。そして2つのリンゴを食べますと、英語の場合ですと次に来るのは動詞ですよと、 eat 食べます。つまりここに来るのは to リンゴですね。つまり apples です。はい、この s 忘れないようにしてください。複数ですので s 入ります。3番、あなたが英語を教えますと、はい、文章は主語が来て動詞ですので、一番初めは主語 you ですね。はい、そして、次に来るのは動詞です。教えますという動詞が入りますので、ここは teach、これが答えとなります。You teach English。 次ですね、はい、鈴木さん、まあ、男性と山田さん、女性も野球が好きですと。最初に来るのは鈴木さんですよと。これは Mr. 鈴木となります。そして山田さん、これ女性ですので Ms. 山田となります。これ代名詞にすると they ですね。ですので、今回のこの形が使えます。they で、ここに入るのが、はい、好きという動詞ですね。つまり like です。they like の形なんですね。Mr. 鈴木へ Ms. 山田 like baseball too と、まあ、何々もというので、カンマ to がこちら入っています。そして5番、私たちはテニスをしますと。最初は主語ですよと。主語は私たちですので we が入ります。そしてテニスをしますと、はい、スポーツなどをするという動詞はですね、これ play を使うんですね。 we play tennis、 これが答えとなります。それでは次ですね、それぞれの日本語と同じ意味になるように次の括弧内の語とカンマを並べ替えていきましょう。文の最初の単語も小文字で書いてありますと。はい、並べ替えの問題です。1番、私はあなたの教科書を持っていますと。はい、一番初めに来るのはこれ、主語ですので、私はですよね。I です。はい、そして、あなたの教科書を持っていますという動詞が次に来ますので、have が来るんですね。で、そして最後があなたの教科書となりますので、your textbook。つまり、I have your textbook。 これが答えとなります。次です。彼らも、あなたの名前を知っていますという文章ですね。まず主語、彼らですね。つまり they となります。で、あなたの名前を知っています。動詞が次来るんですよね。つまりこれで言うと know という動詞が来ます。はい。They know。 そしてあなたの名前を、つまり your name。 そして最後は彼らもということなので、アポストロフィーではないですね、カンマです、すいません、カンマ to で period というふうになります。 they know your name too と、こういった文章になります。次ですね、私たちは3本の新しい鉛筆を買いますと。まず主語です。これは私たちですので we、 はい、 we ですね。
次です。3本の新しい鉛筆を買いますという動詞ですね。つまり buy、 we buy、 はい、 buy が消えます。次です。3本の新しい鉛筆、こういった場合はまず数字が来て形容詞が来て名詞でした。つまり、はい、three、 あ、もう答え出してしまいましょうか。はい、はい、we buy three new pencils、 はい、数字、形容詞、名詞の順番になります。 we buy three new pencils。 次です。あなたがピアノを弾きますといった文章ですね。まず主語です。はい、これは you ですね、あなた。そして動詞、楽器を弾きますって言った場合は play を使うんですね。 play。 そして最後なんですけど the piano というふうになります。はい、ここに注意書きがありますね。 play プラス楽器の場合、基本的には冠詞は on ではなくて the をつけます。つまり you play the piano。 はい、 play プラス楽器ですね。プレイプラス楽器の場合、基本的には冠詞は a an ではなくて the、 はい、を使います。ですので play the 楽器の形、これ重要です。覚えておいてください。 play the 楽器ですので、ピアノに限らずです。例えばギターとかでしたら play the guitar となります。5番、私はこの水を飲みますと。はい、これはまず主語ですね。私はです、 I、 はい、そしてこの水を飲みますですね。つまり動詞は drink。 はい、よいしょ、 drink、 I drink。 そしてこの水をですので、 this water、 I drink this water。 はい、これが答えとなります。それでは最後ですね、次の日本語を英語にしていきましょう。 B 動詞の文と一般動詞の文の両方が登場しますので、問題をしっかり読んで答えてくださいと。はい、 B 動詞の文もここでは入ってきますので注意してください。1番、私はサッカーをします。はい、これはですね、サッカーをします、一般動詞が入ってます。はい、ですので B 動詞は登場しません。ではどういった文章になるのかと言いますと、まず主語 I ですね。その後、サッカーをします。スポーツをしますという場合はですね、動詞 play ですね。そして、サッカーを。soccer。I play soccer。これが答えとなります。I play soccer。次ですね。私たちはスティーブを指導しますと。これは指導するという一般動詞が入っています。ですので、B 動詞はこれも登場しません。じゃあ、これの文章、まず主語からですね、私たちは、つまり we です。 we、 そして指導しますという動詞が入ります。 we teach。 そしてスティーブを、ですのでここに Steve、 we teach Steve、 これが正解となります。次です。彼の家も白いです。はい、これはどうでしょう。これ一般動詞がないですね。そうしますと B 動詞の文です。彼の家も、まず主語彼の家ですね。 His house、 His house。 はい、そして、白いです。 His house、 あ、 B 動詞が必要ですね。一般動詞がないのでここでは B 動詞が必要です。そうすると His house、 これを代名詞にすると It、 つまり B 動詞は is なんですね。はい、おっと、 His house is、 そして白いです、 white、 よいしょ。そして何々もなので、 comma to、 period。 はい、His house is white too。 これが答えとなります。4番、私の弟と私はナオミを知っています。はい、これは知っているという一般動詞が入ってますね。つまり B 動詞は登場しません。では主語、私の弟と私ですね。 My
brother and I、 はい、これが主語となります。そしてナオミを知っています。知っているという動詞は know です。 My brother and I know ナオミと。はい、 My brother and I know ナオミというふうになります。それでは次です。私たちは2匹の犬を飼っています。飼っていますという一般動詞が入っています。ですのでこれ B 動詞は登場しません。ではどうなるのかと、私たちは、これが主語ですね。 We、 はい、で飼っていますという動詞はですね Had が使われます。 We have 2匹の犬を、つまり Two dogs になるのがポイントです。We have two dogs。 これが答えとなります。次です。太郎と次郎はいい野球選手です。はい、これの一般動詞はないんです。はい、ですのでこれは B 動詞の文となります。ではまず主語、太郎と次郎。太郎 and 次郎。はい、で、これは代名詞にすると they ですので B 動詞は are ですね。Taro and Jiro are いい野球選手です。Good baseball。 おっと、あ、もう答え出してしまいましょうか。 Baseball players と、はい、なります。 Taro and Jiro are good baseball players。 はい、この S、 複数形の S ですね、忘れないようにしてください。7番、私は新しい自転車が欲しいですと。はい、じゃあこれの文の一般動詞はあります。欲しいですね。はい、つまりこれには B 動詞登場しません。ではどういう文になるのか。まず主語、私ですね。 I で欲しい、これは want です。 I want で新しい自転車が、ここでポイントとなるのはあを忘れないことですね。 A new bicycle、はい、I want a new bicycle。 このあ忘れないようにしてください。次です。私たちはピアノを弾きます。これには一般動詞があります。はい、弾きますがありますね。私たち、これ主語は we です。そして弾く、楽器を弾くという場合は play を使いますよってこの話をしました。そしてピアノ、あ、楽器を弾く場合は play the 楽器っていうお話をさっきしましたね。つまり we play the piano。 はい、この the がポイントです。 we play the piano になりますので注意してください。9番、彼女たちはこの車が好きです。これには一般動詞が入っています。好きと、はい、つまりこれには B 動詞登場しません。彼女たちはこの車が好きです。主語は彼女たちと。They ですね。この車が好きです。ですので、like。はい、they like。で、この車が。ですので、they like this car。ですね。they like this car。これが答えとなります。10番、あなたたちはとてもいい先生です。この文には一般動詞が入ってないんですね。はい、ですのでこれは B 動詞の文です。そうしますと主語はあなたたち、 You ですね。 You、 はい、で B 動詞は Are です。 You are、 はい、とてもいい先生です。 とても良い、 Very good。 あ、これ大文字になっちゃったかな。 Very good、はい、先生ですので teacher なんですが、最後にあなたたちなので teacher 図にしないといけないんですね。はい、 You are very good teacher 図です。はい、ポイント、あなたたちですね。ですので最後は複数形の S がつきます。
それでは次です。私たちも走りますといった文章ですね。これは一般動詞があります。はい、走りますですね。ですのでこれには B 動詞は登場しません。では主語は何なのかと。はい、これは私たちですね。ですので We がまず入ります。そして走ります、 We run。 はい、そして私たちもなので、Come to、 これが答えとなります。 We run to、 これが答えです。次、私は古い机を買いますと。これには一般動詞があります。買いますですね。ですので B 動詞は登場しません。では、まず主語からです。私は、 I、 そして買います、 buy。 はい、で古い机を、ここでキーとなるのが、はい、単数の an が入るんですね。 an old desk となります。 I buy an old desk。 an、 これ忘れないようにしてください。次です。彼らは3本の黒いペンが欲しいです。はい、これには一般動詞があります。はい、欲しいですね。そうしますと B 動詞は登場しません。彼ら、これらが主語ですので、 They 欲しい、 Want。 そして3本の黒いペン、こういった場合は数字、形容詞、名詞です。ですので Three black pens となります。 They want three black pens。 はい、これが答えとなります。はい、そして最後の2問ですね。石田さん、女性と野村さん、男性はコーヒーを飲みますと。これには、一般動詞があります。飲みます。はい、飲むという一般動詞があってますね。ですので B 動詞は登場しません。では、最初主語がですね、石田さん、女性と野村さん、これですね、これまあ代名詞にすると they なのですが、石田さん、はい、女性ですので、めず石田、そして and、 はい、野村さん、 Mr. 野村、野村、はい、が飲みます。ですので drink、 そしてコーヒーを、ですので、はい、 Ms. 石田 and Mr. 野村、あ、ここ消してしまいましょう。 Ms. 石田、はい、とMs. Ishida and Mr. Nomura drink coffee。 はい、でこの coffee にはあとかあんとかつきませんよと。なんでですかって言ったら、 coffee は不可算名詞だからです。そして最後15番、私たちは5台のピアノを持っていますと。これには一般動詞が、はい、入っていますね。持っていますという一般動詞が入っています。では、主語、私たち、We ですね。はい、そして持っています、 Have。 そして5台のピアノ、 Five pianos となります。ポイントは、はい、まず S pianos となるところ、もう一つがですね、 The を入れないところですね。先ほどプレイプラス、楽器の場合はプレイプラスザプラス楽器名というお話をしたのですが、これ動詞プレイではないですね。 Have です。ですのでここではザを入れないんですね。 We have five pianos というふうにザが入りませんので覚えておいてください。それではまとめのセクションに入っていこうと思います。それでは最後に、今回の練習を通じて学んだこと、気づいたこと、反省点を練習を振り返りながら書いていきましょう。めんどくさいと思われるかもしれませんが、実はこの振り返りは勉強においてとても重要なプロセスの一つです。なぜならこのように練習を振り返ることで、今回得た情報や知識を頭の中で整理できるからです。1分で構いません。第2回のページをパラパラめくり、少し頭の中を整理してから今回の勉強をおしまいにしましょうと。はい、今回の練習ではいろんなことを学びましたよね。例えば新しい単語、 B 動詞の文と一般動詞の文の違い、そして一般動詞の文の作り方、
これたくさん学びました。で、今頭の中にとりあえず入ってるんですけど、ごちゃごちゃした状態なんですね。で、今は大丈夫なんです。しかし明日になったり明後日になったりすると、これがどん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 忘れてしまうんですね。ですので今のうちに、はい、今回得た、こちらですね、今回得た情報や知識を頭の中で整理してもらいたいんです。そして学んだこと、気づいたこと、反省点を書いていってもらいたいんです。特に自分が苦手とするところですね、こういったことをしっかり押さえておくと、はい、復習するときにもですね、あ、何が苦手だったっけなっていうことがすぐにわかるんです。ですので、はい、こちらに本当に短くて構わないです。簡単でいいので、学んだこと、気づいたこと、反省点を書いて、今回の練習をおしまいにしていきましょう。